運の十座作電気バトあしいハト光一と緑の兄弟は電書バトを飼っていました。もともとこれはお父様が飼っていらっしゃるハトなのですがお父様がある大切な御用で遠いところへお出かけになってからは二人の兄弟が世話をしているのです。ハトは みんなでじっぱいました半分は金網を張り半分は板を打ちつけて作ってある厩舎の中に飼ってあるのです厩舎はおうちの裏の丘の上に置いてありました鳩はとてもよくきょうだいになついていましたその和やかな鳩の群れがどうしたことか近頃なんとなく落ち着かない様子です 兄弟が気をつけていますと、確かに変です。普段ならば、鳩たちは一日中厩舎の周りに仲良くクークーと鳴いているのですが、それが時々にわかに羽ばたきも荒々しく、一斉に空に舞い上がって騒ぎます。果ては、おうちの屋根に翼を収めて、落ち着かない様子で、あっちへ行ったりこっちへ来たり、 きょろきょろと下をうかがっているのです。鳩たちはどうして落ち着かなくなったのでしょう。その日も夕方のことでしたが、鳩たちは空に入り乱れて大騒ぎを始めました。孔一と緑は急いで厩舎に駆けつけました。すると、厩舎の上には一羽の鳩が残っていました。おや 変な鳩がいるぞ。うちの鳩じゃないわ。どこのでしょう。それは見慣れない鳩でした。普通の伝書鳩なら、全身は石板色で、首のところに金緑のブチがあるのですが、今、厩舎の上に残っている鳩は、体の色が根性で、そして翼の先には太い金の筋が2本通っていて、 よく見れば見るほど変わった鳩でした。その上その鳩はまるで作り物の足でもつけているように妙に両足を引きずって歩く癖がありました。もっとよく見てやろう。と、孔一は厩舎の方に近づきました。そして青い鳩にぐっと手を伸ばしたところ、思いがけなくも指先が電気に触れた時のように ピリピリとしびれました。あと光一は驚いて手を引っ込めました。その時ハトは羽を震わせて、急にくるりと向きを変えると、気味の悪い羽ばたきをして、さっと空に舞い上がりました。が、その飛び方の素早いことといったら、まるで戦闘機が地上からお空へ向かって、棒上がりに登るのと変わりません。 あまりのものすごさに高一も緑もあっけにとられて怪しい鳩の行方を見送っていましたちょうどそのころこの村のうんと上空を一台の大きな飛行機があとに三台のグライダーを引いて飛んでいましたそれは今度新たにつくられた三百人乗りのすごい飛行列車です 怪しハトは恐れ気もなく、その飛行列車にずんずん近づいて行きました。驚いたのは、飛行列車の3人の試験操縦官です。おや、あのハトはちっとも逃げないぜ。かわいそうに、今にはね飛ばされるぞ。そう言っているうちに、怪しいハトは弾丸のようにその欲にぶつかりました。あ、大変たちまち欲は。 そこのところから真っ二つに割れ飛行列車は黒い煙を上げてトンボのようにもつれあいながら地上に墜落しました五キロも先の山の中にしかしこの出来事が怪しいハトのために起こったとは誰も気がつきませんねえ兄ちゃん どっかのおうちのハトがうちのハトと遊びたいってそれで降りてきたのよね。うん。高一は生返事をしました。だって捕まえようとすれば指先がピリピリびれるハトなんてあるものでしょうか。その時でした。飛行列車が墜落を始めたのは。でもずっと離れた高い空の上のことですから。 二人は後で村の人から話を聞くまで気がつきませんでした。緑は厩舎を開けてやりました。するとお家の屋根に泊まっていた鳩は大喜びで厩舎の中へ帰ってきました。しかしその時兄弟は意外なことに気がついて目を見張りました。兄弟の驚いたのも無理はありません。十羽いた鳩が九羽しかいないのです。 さあ1話はどこへ行ってしまったのでしょうかきょうだいは血眼で家の周りを探すうちに裏の竹やぶの中に冷たくなっている鳩の死骸を見つけましたかわいそうにお前はどうして死んだのこれはきっとあの電気鳩のせいだよえ電気鳩電気バトって何 そこで孔一は緑にさっきの青い鳩に触ろうとすると指がピリピリびれたことを話して聞かせました。それで電気鳩、電気鳩と名を付けたんですが本当に電気鳩がうちの鳩を殺したのでしょうか。全く傷一つないのに鳩は死んでいるのです。よし、一つ工夫をしてあの鳩を捕まえてやろう。 その次の日の夕方、孔一と緑とが見張っていると、果たしてその電気鳩が空から降りてきました。おうちの9話の鳩は大騒ぎして屋根の方に逃げてしまいました。しかし、9舎の上にはまだ1羽の鳩がじっと止まっていました。電気鳩はひらりと飛び降りて、そのじっとしている鳩の方へ しをききながら近づきました。するとどうでしょうカチッと音がして電気とは光一の仕掛けた罠に足を挟まれてしまいましたしかし電気とは大変な力を出してそのまま空へ舞い上がりました足に長い赤い紙テープを目印にして電気鳩を追いかけて行きましたが 残念にも見失ってしまいました。それにひるまず、次の日光一はまた別の工夫をして待ち構えていました。その夕方、やはり電気とは降りてきました。そして昨日と同じように、厩舎の上に降りて、よちよちと二三歩歩いたかと思うと、たちまちカチッと音がして、電気とは足を挟まれました。 がやっぱり逃げてししままいましたその時鳩の足には長い赤い紙テープのほかに小さなガラス瓶が逆さまにつり下がっていました瓶の口からはとても嫌なにおいがしました電気鳩が飛び出したと見るや光一は愛犬マルというよく鼻のきく犬を連れて一緒に電気鳩のとを追いかけました 電気とは昨日と同じように村境の山の方に飛んで行きます。赤い紙テープを長く引きながらぐんぐん飛んで行って、やがて姿が見えなくなりました。でも幸一は別に慌てる様子もなく、しきりに鼻を鳴らして走る丸の跡について、どんどん山の中に分け入りました。 先に立って走っていたまるはそのうちに人の出入りができるほどのほら穴の前まで来るとほら穴の入り口の草をしきりに嗅いで急に動かなくなりました光一は「うんこのほら穴に入ったのだな」とほら穴をにらんで思わず独り言を言いました穴の中の人 誰も知らないことですが、飛行列車を墜落させたのは、電気バトの仕業でありました。孔一はそんなこととは知らず、ただ旧車へ降りた電気バトが、大事な電書鳩を殺したのに違いないと思って、愛犬丸と一緒に、この山の奥のホラー穴の前まで、電気バトを追跡してきたのでありました。丸はしきりと鼻を鳴らして、 なかをにらんでいます。まるしっかりたのむよ。こういちのうまいくふうとまるのてがらとで、でんきばとはこのほらあなのなかにはいったことがわかりましたから、つぎはなかにはいってでんきばとをうまくつかまえることです。こういちはあなのなかにはいったはとなどはわけなくつかまえられるものと思っていました。それで、 勇ましくも光一はマルを連れて真っ暗なホラー穴の中にズンズン入っていきました用心のために持ってきた懐中電灯が気味の悪いホラー穴の中を照らしてとても力強いのですしかし肝心の電気場とはどこまで深く入ったものか一向その姿が見えません変だなどこへ隠れちまったんだろう 孔一は丸の頭をなでながら立ち止まりました。その時でした。丸が低くうなりました。孔一の里い耳はこの時誰か人の話し声が洞穴のもっと奥の方からぼそぼそ聞こえてくるのを聞きつけました。おや、こんな洞穴の中に誰か人間がいるよ。孔一は不思議に思い、 猿の首を押さえながら静かにホラー穴の奥の方に近づいていきますと突然「さあどうしても言わねえというのだな」と怒鳴る声が聞こえました。孝一が驚いて奥をのぞくとそこには珍しく伝統などがとぼっていて五六人の荒くれ男が丸い形に座っています。 そしてその真ん中に一人の男が縛られていました。かわいそうなのはその縛られた男です。身動きもできないばかりか、大勢の荒くれ男からひどい目に遭っています。ちょうど高一の見ている方からは、その祝えられた男は後ろ向きになっていたので、誰だかよくわかりませんでした。 もし孝一にその男の顔が見えたなら、どんなに驚いたことでしょう。その時、縛られていた男は、きっと顔を上げると、いくら聞いても無駄だ。殺されたって言わないと言ったら言わないのだ。と叫びました。その声を聞くと、孝一は、はっと思いました。その声に聞き覚えがあったのです。あっ お父様。だ、高1のお父様は御用のため遠くへお出かけになったはずなのに、なぜこんな洞穴の中に縛られているのでしょうか？高1もびっくりしましたが、まるも驚いてわんわんと吠えました。さあ、大変です。誰だ怪しい男たちは一斉に立って高1の隠れていた方へ向かってきました。 高一は危なくなりました。丸は一生懸命で吠えています。今はこれまでと思い、高一はその隙に髪切れに走り書きをすると腰に下げていた伝書鳩の足につけパッと離しました。鳩は暗闇のホラー穴を抜けて表へ飛びます。だが続いて飛び出したのは恐ろしい電気鳩。 つがいの鳩ほら穴の中の恐ろしい格闘を後にして高一の手紙を持った伝書鳩第一号はさっと表へ飛び出しました。ぐわっぐわっと鉄のくちばしを鳴らしながらその後を追いかけるのは恐ろしい電気バトです。伝書鳩第一号も前に伝記鳩にひどい目に遭っていたので わざと森や林の中を抜けたり、急に下に舞い降りたりなどして、一生懸命に逃げていきました。しかし、恐ろしい電気とのくちばしを逃れることはできず、翼は傷つけられ、羽は抜け、一方の目は突き破られてしまいました。それでも電書鳩第一号は我慢をして、とうとう自分の厩舎にたどり着きました。 まっさきにそれを見つけたのは留守をしていた高一の妹緑です。あらあら、鳩があんなになって。緑は走り寄って厩舎の上に翼を広げたまま倒れている第一号をそっと下ろして胸に抱えてやりました。その時上の方でくワッグワと怪しい声が聞こえました。 第一号はそれを聞くと苦しい中からクークーと泣いて緑に危ないから用心なさいと知らせました緑がすぐにうちの方に駆け出さなかったら電気バトのためにどんなひどいけがをしたかわからないのです緑ちゃん何を騒いでいるの軍服姿の両太おじさんが顔を出しました 血に染まったハトの足から高一の走り書きした紙切れが外されました「これは大変だ」と良太おじさんは顔色を変えて言いました「緑ちゃんのお父様が怪しい一団に捕まっているそうだ早速憲兵隊へ知らせなきゃいかん」憲兵軍曹である良太おじさんは実は緑のお父様が ある大事な御用を引き受けて旅に出たのに、いつまでたっても帰ってこないのを心配して、ちょうど今、訪ねてきたところなのでした。早速、けがをした伝書場と第一号の持ち帰った紙切れを持って、憲兵隊へ届けたので、まもなく、一体の洋服姿の憲兵が、トラックに乗って緑の家に乗りつけました。さあ、何事が始まるのでしょうか。 憲兵さんの話によると、何でもすごい電気バトを使う外国のスパイが入り込み、何かしきりに悪いことを企んでいるとはわかっていたが、そのスパイ団がどこにいるのかわからなくて困っていたのです。ところが今、高一少年のおかげで、ホラーなの秘密が知れたので大喜びです。さあ、電気バト退治だ。 ケンさんは力を込めて言いました。電気場とさえ退治してしまえば、スパイダーも水を離れた魚のように弱ってしまうだろう。緑は、それよりもお父様と孝一兄さんとを早く助けてくださいと頼みました。いよいよ怪しいホラー穴に向かうことになって、ケンさんたちは困った顔をしました。そのホラーなへは、 どう行けばいいのでしょう。そこへ、おりよく愛犬丸が足を引きながら帰ってきました。あ,あ、丸か。兄ちゃんは緑はすぐに庭に飛び出してみましたが、高一の姿はどこにも見えません。丸だけが洞穴から抜けてきたものと見えます。丸といういい道案内ができたので、 ケンさんたちは喜びいさんで出かけました。ところが山の中に入った時は日が全く暮れてしまいました。その上マルがどこかに行ってしまったのでケンさんたちはどうしてよいかわからなくなってしまいました。その時です。上の方でクワくクワという鳴き声がしたと思うと 一つの光るものがさっと飛んできました。恐ろしい電気鳩が現れたのです。抜け穴。恐ろしいスパイ弾のため山の中の洞穴に虜になっている孝一少年とお父様は今どうしているのでしょうか。緑の頼みを聞いて両田おじさんは 一体の洋服姿の憲兵を引き連れ、光一の愛犬、丸を道案内に、その山の中に分け入りました。ところが途中で丸の姿が見えなくなり、スパイダ団のホラーなへ行く道が分からなくて困っているところへ、光まばゆい電気鳩が飛んできたのです。不正と両太おじさんは叫びました。こんな恐ろしい電気バト いいかしておいておは危ない「軍曹の、こいつを私に撃たせてください」と一人の憲兵がピストルを出しました「まあ待て」と亮太おじさんは急いでそれを止め「そんなことよりも電気鳩がどこへ行くか後をつけて行く方が大事なんだ」さあそこの2人は電気鳩をすぐ追いかけろさすがに亮太おじさんです。 慌てず騒がず、二人に電気バトの跡を追わせました。その時、別の方角から、ワンワンと犬の吠える声が聞こえてきました。マルです。マルが吠えているのです。良太おじさんはむっくり起き、よし、残ったものは自分についてこっちへ来い。スパイダンの洞穴はいよいよ近くにあることがわかりました。 りょうたおじさんは、いさましくも憲兵隊の真っ先に立って、草をあけて走ります。おりからちょうど向こうの山から月が出ました。こんなところにほら穴があったぞ。さあ、この中へ突撃だ。というが早いか、りょうたおじさんは、懐中電灯を片手に、さっとほら穴へ飛び込みました。みんなもそれに続きました。 すると別の方角からポンポンという銃声が起こりました「うわあ憲兵だ!」とよろめき出てくるスパイ団はそこにも両太おじさんたちの姿を見て二度びっくり「スパイどもめこうなったら袋のネズミも同じことださあ降参しないか」と踊りかかる憲兵隊にさすがのスパイたちも あれよあれよと騒いでいるうちに縛り上げられてしまいました。あっ、りょうたおじさんと、ほらなの奥から声をかけるものがありました。おそういう声は。とりょうたおじさんが駆けつけてみると、それはまさしく高一でありました。かわいそうに太い縄でぐるぐる巻きにされ、ろうのような中に転がされていました。 縄を解こうとすると光一は頭を振って奥を向き「お父様がいるはずです。早く助けて!」「万歳!」と大きな声が起こりました。どうなったかと心配していた光一少年や光一のお父様でお国のために働いている秋山魏志の二人を助け出すことができたしその上スパイ団の悪者も。 大勢捕まえることができたのですから大手柄でした。変だな、レオタおじさんが首をかしげました。何が変なのですか？だって電気バトがこのホラー穴に飛び込むところを見たのに、今こうして探してみてもいないじゃないか。おかしいね。これはどうやら他に抜け道があるらしいぞ。 逃げた団長「おじさんお父様を苦しめていたスパイダーの団長が見えないよ」と孝一少年が叫びました「何団長がうんーいよいよ抜け道があることに決まったさあ探すんだ」その時愛犬丸は何を思ったか耳をピンと立て傍らの大きい岩の上に飛び上がり その向こうに姿を消しました。まもなく、ワンワンと丸の吠える声。それ抜け穴だと、皆の者も岩を飛び越えてみると、なるほど、下に続いた抜け道がありました。急いで行ってみると、ぴかりと光るもの。電気鳩です。丸に追いかけられています。しかもそのそばには、 団長が黒い箱を背負って逃げて行きます。おい待てと両太おじさんたちは一生懸命に追いかけましたが、抜け穴を出たところが崖の下でした。スパイの団長はそこにこしらえてあった縄ばしごを伝って崖の上に上がり、そしてその縄ばしごを上に引き上げてしまったものですから、いくら強い憲兵さんたちでも、 がを登ることができませんチェッ残念だもう一息で捕まるところだったのに憲兵さんたちは大変悔しがりました高一も残念ですがはしごがなければ登れないところだからしかたがありませんこうして電気トと黒い箱を背負ったスパイの団長とはどこかへ逃げてしまいました その後、電気鳩はどこへ行ったものか、一向に見かけませんでした。孔一の鳩たちは、また元のように小屋の周りに楽しく遊ぶようになりました。孔一のお父様も安心して、改めて大事な御用の旅にお出かけになりました。そのうちに、鎮守様の秋祭りの日が来ました。 いろいろの見せ物やおもちゃの店が出て大変なにぎわいです。孔一は緑を誘ってお参りに行きました。社の前に並んだ二人は太い綱のついた鈴をガラガラと振ってお父様が無事にお帰りになるようお祈りをしました。それが済んでから孔一は緑に言いました。ねえ 見せもの,の方にいよよちゃんあれがおもしろそうよ。とみどりがゆびさしたのはたくさんのみせもののなかにまじってポッポザとそめだしたあかやあおのはたをたてたこやです。さあいらっしゃい。にんげんよりかしこいはとのきょくげいです。せかいいちのかしこいはとです。ぼっちゃんじょうちゃんさあさあおはやく。 と、黒メガネをかけた男が客を呼んでいます。鳩と聞いては、鳩の好きな二人は見たくてたまりません。二人は急いで入りました。入ってみると、小屋の中はガランとしていました。見物人もほんの少しです。変だなあと思ったのですが、その時、インド服を着た鳩使いが、金ぴかの鳥かごを手に下げて、 舞台に現れました「さあお目を留めてご覧くださいこれが世界一の賢い鳩です」。鳩使いは長いムチでカゴを叩きながら2人の前に差し出しました。籠の中には翼の色が薄青色で金の筋が2本通っている鳩がじっとこっちを見ていました。あ 電気場とそっくりだ。と、孔一は目を見張りました。そう、これからこの鳩にお嬢さんのお年や名前までも当てさせましょう。お嬢さん、どうぞこちらへ上がってください。ダメだよ、緑。と、孔一はそれを止めました。しかし、鳩使いは知らぬ顔をして、緑を舞台に引っ張り上げ、妙な台に乗せました。 魔術師。鎮守様のお祭りは今おみこしが帰ってきたので村の人たちはその方に気を取られてわわという騒ぎの最中ですこっちはあまり見物人の入っていない電気鳩によく似た世界一の賢い鳩を使う見世物小屋の中ですインド服を着た鳩使いに手を取られて 緑はその舞台の上に上がりましたから兄の光一はなんだか胸騒ぎがしてなりません。さあ鳩さんお嬢さんのお年はと鳩使いは耳を鳩のそばへ近づけましたすると鳩は鳩使いの耳の中をくちばしでもってちょっちょっとつきました。ははあ、そうですかと鳩使いは さもわかったような顔をして、見物人の方に向かい。鳩さんが申しますには、このお嬢さんのお年は10歳だそうです。お嬢さん、当たりましたか緑は本当に自分の年を当てられたので驚いてしまいました。見物人は手をパチパチ叩いて鳩を褒めました。さあ、その次はお嬢さんのお名前ですが。 鳩さんこれはなかなか難しいが当てられますか鳩使いはまた耳を鳩に近づけました。すると鳩はまた鳩使いの耳の中をくちばしでもってちょっちょっとつきました。ああそうですか。そこにぶら下がっている万国旗の右から3番目の色というと 鳩使いは舞台に張り回してある旗を見回しました。右から3番目はブラジルの旗でした。おお、ブラジルの旗ですね。この旗の色は青ですね。すると、あおこさんかしら。すると、見物人は声をそろえて笑い出しました。あおこなんてめずらしい名だからです。あおこはおかしい。 もっとはっきり教えてください。何青ではない、緑だというのですかなるほど。緑さん。緑さんとは、実にかわいいお名前ですね。当たったわ。なんという賢い鳩なのでしょうと、緑は感心してしまいました。見物人は、また手を叩いて鳩を褒めました。 現物席では兄の光一だけが怒ったような顔をして鳩使いをにらみつけています。そうさあさあそこでついでにもう一つこの鳩を使ってすばらしい魔術をご覧に入れましょう。と言ってインド人は奥の方に合図をいたしました。すると奥から子どもの体が入るくらいの大きさの美しい箱を担いできました。 その箱は二つでした。それを舞台に並べました。さあ、これからどんなことが始まるのでしょうか。鳩使いは、まず一つの箱の中に、金色の筋の入った鳩を、かごごと入れました。それから、今度は緑の手を取って、さあ、お嬢さんはこっちの箱へ入ってくださいね。何の怖いことがありましょう。 緑が箱の中に入ると鳩使いは急にニコニコしてまず箱の蓋を閉めますと両方の箱の蓋をカタンと閉めさあ確かにこっちの箱には世界一のかしこい鳩が入りこっちの箱にはかわいいお嬢さんが入りましたところが私が気合いをかけますと 不思議なこことが起こります。「えい!」と気合をかけて緑の入っていた箱の蓋に手をかけました。消えはとつかいはにやりと笑って緑の入っていた方の箱の蓋を開けました。「あっ!」とこういちの口から驚きの声が飛び出しました。 なぜと言って、確かに緑が入ったに違いないその箱の蓋を取ってみると、そこに緑の姿がないのです。そして、その代わり、金色の筋のある鳩が入っているではありませんか。おやおや、これは不思議。と、鳩使いはなおもうすきみ悪く笑いながら、お嬢さんが鳩に化けてしまいました。では、 鳩の方は何に化けているでしょうかと言ってもう一つの箱の蓋を取ると、あら不思議、箱の中は空っぽです。緑は一体どこへ行ったのでしょうかおじさん、緑を早く元のように返しておくれよ。と、孔一は舞台に飛び上がって言いました。あなた、なぜ見せ物の,の邪魔をしますか だって緑を隠したりしてまだ邪魔をしますね。というと鳩使いは急いで舞台の幕を閉めさせ高一を見物席から見えないようにしてしまいましたそしていきなり鳩の籠の戸を開けましたその途端鳩はすごい勢いで高一めがけて飛びかかりましたまるで電気場とそっくりです あはっと思ったときはもう遅く、幸一は鳩に飛びつかれて気を失ってしまいました。緑も孔一も全くひどい目にあったものです。世界一の賢い鳩だというが、それはあの恐ろしい電気鳩だったのです。鳩使いに化けていたのは憎いスパイ団長でありました。孔一は ひやりとする冷たい風のおかげで初めて気がつきました。そこはあの賑やかに飾り立てた見せ物小屋の中ではなく薄暗い物置のようなところでありました。はっと思って起き上がろうとして気がつきました。両手は後ろに回され胸も腹も太い縄でぐるぐる巻きにされていました。は はがみをして縄から手を抜こうとしたがだめです。いったいここはどこなのでしょうか。緑ちゃんはどうしたんだろう。やはりあの悪者につかまっているんだろう。かわいそうに。幸一は緑のことを思うと、どうしてこのままじっとしていられましょう。しかし縄は固く結ばれて解けそうもありません。 悔し涙をポロポロこぼしているところへ、外に足音が聞こえ、こっちへ近づいてきます。何者がやってくるのでしょう。すると、高いところに開いていた窓に、一つの顔が現れました。それは少年の顔です。見たこともない顔ですが、大きな口を開いて、よだれを流していました。ポンちゃんというその少年は、 悪者の仲間ですから、とても高一を助けてくれません。高一は何を思いついたか、いつも腰に下げているハトを呼ぶ笛を、ポンちゃんにあげるから、持ってお行きと言いました。するとポンちゃんは、大喜びで屋根の破れ目から柱伝いにスルスルと降りてきて、高一の腰についている笛を取ると、また外に出て行きました。 ほうほうほう笛は外で盛んになっています。ポンちゃんが面白がって吹いているのです。するとそれから一時間ほどたって窓、ま、の外に突然たくさんの鳩の羽ばたきが聞こえてきました。光一はにっこりとしました。はぐろと足柄。 世界一の賢い鳩を使う鳩使いとは真っ赤な嘘で、これこそ恐ろしいスパイダーの団長が化けていたのでありました。孔一は体をぐるぐる巻きにされ、穴ぐらの中に押し込められてしまって、もう緑を助けるどころではなくなりました。そこで考えたあげく、持っていた笛を悪者仲間のポンちゃんにやりますと、ポンちゃんは喜んで、 それをほうほうほうと盛んに吹き鳴らしました。そのうちに穴らの明かり窓のところに聞こえる羽ばたき。孔一はポンちゃんに笛を吹かせてから、この羽ばたきの音をどんなにかまっていたのです。閉めた僕の家の鳩が来たぞ急にニコニコ顔になった孔一は、明かりの窓の下にすり寄って、 ピピーピーと口笛を吹き鳴らしましまたするとクークークーと鳴きながらパタパタと羽ばたきして穴ぐらに飛び込んできたのはまさしく高一のかわいがっていた羽黒と足柄という2羽の伝書鳩でした鳩は高一の肩に止まってクークーと鳴き立てます鳩にも主人の一大事が分かっていたのでしょう 光一は可愛い鳩に懐かしげに頬ずりをしてやりました。しかしいつまでもそうしていられないことをよく知っていた光一は体をかがめて自分のズボンの裏の切れを口でくわえるとベリベリと破りました。そしてその切れを口移しに羽黒にくわえさせるとピー,ピー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 と口笛を吹きました。その ピーピー,ピーピーピーという口笛は、早くおうちにお帰りなさいという鳩の号令だったのです。ですからズボンの切れを加えた羽黒は、さっき入ったばかりの明かり窓から勇ましく外に飛び出し、孝一の家へ帰って行きました。ちょうど家の前に孝一の愛犬、丸がいるのを見ると、 はぐろはその前に、くわえてきたズボンのきれを落とし、まるを案内するかのように、先に立って飛びました。こういちの入れられている穴ぐらの入り口のところで、ガチャガチャと鍵の音がし、いきなり入り口の四角な揚げ蓋が開いて、憎いスパイ団長が入ってきました。いやこいぞう、いいところへ連れてってやるから、この中へ入れ。 と言って手下の運んできた樽を指さしました。嫌だ。それよりも僕の妹をどうしたんだ早く僕を緑に合わせてくれ。緑はお前より一足先に船に乗り込んでら、向こうへ行ってから合わせてやる。うん、さては妹も樽詰めにされたのかいや、樽に入れるのは お前みたいな暴れん坊だけなんだ。さあ入れ。幸一は力及ばずとうとう樽に入れられました。どこへ行く孔一の押し込められた樽は間もなく外に担ぎ出されました。一体どこへ運ばれて行くのでしょうか。真っ暗な樽の中で。 高一は気が気でありません。くう、くう、くう。高一のお腹の辺で泣いているものがあります。それはもう一羽の鳩、足柄でありました。高一が悪者のため、樽に入れられる少し前、わずかの隙を伺って、足柄を上着の下へ入れて隠しておいたのです。そのうちに樽はドスン。 かたいものの上に置かれましたそれから次々にドスンドスンとほかの樽が置かれる様子ですやがてガタンという音とともに樽をのせたトラックは走りだしましたどこへ連れられていくんだろう緑はどうしているんだろう」と光一は樽の中に揺られながらそれを考えていました 1>, 1キロも車が走ったかと思うころ車の上が騒がしくなりました「おやあの犬はこの車を追っかけてくるんじゃないかうん小僧がいるのを嗅ぎつけたんだ面倒だピストルで撃ってしまえ」「待てピストルの音を聞かれたらどうするのだ石ころを投げつけてやれ」えい「えいえい」 しころを投げる声がしますわわわわわわんわんと激しい犬の鳴き声が車を追ってきます。ああの声はマルじゃないか中堅マルは一生懸命に光一をさらっていくトラックを追いかけてくるのでありました。どうしてそれを知ったのでしょうそのわけは鳩のハグがマルを案内してここまで追いかけてきたのです。 わわわわわわんわん。いいしころじゃあだめだ。電気バトを出そう。よし、電気バトだ。スパイ団長はついに恐ろしい電気バトをパッと放しました。孝一はそれを聞いて驚きました。キャン、キャン、キャン、キャン。間もなく、マルの悲しい叫び声が聞こえます。哀れ犬も でんきばとにやられたようす光一は樽の中で歯を食いしばって残念がありました。しかし、電気トにかかっては、マ、ま、ルはどうすることもできますまい。これでいい。ああ、骨を折らせおった。と、これは悪者のため息です。トラックは、四五時間も走り続けた後、港に着きました。 樽はそこで船の底へ積み替えられました。それは外国の貨物船の中でした。その夜、光一は初めて少し手の戒めの縄を緩められ、そしてごはん代わりに5つ6つのリンゴが樽の中に投げ込まれました。何というひどいことでしょう。悪者はまた樽の蓋をしっかり閉めて、 出て行っていっししまいましたごとごとと機械の鳴る音がして、汽船は港を出て行く様子です。どこへ行くのだろうそして僕や緑をさらって行って、どうする気なんだろう幸一はなんとかして緑に巡り合いたいと、それを思い続けました。すると、にわかに激しい靴音がして、船底へ、 大勢の人が駆け下りてくる様子です。おい。早く探せ探せ。早くしないと沖に見張っている。日本の軍艦に沈められちゃ困る。だって、電気バトがまさかこんな船底まで飛んでくるものですか？やかましい。お前がぼんやりしているから、こんなことになるんだ。そのうちにドーンと大砲の音です。 さあ、日本の軍艦が撃ったぞ。船を止めろという合図だ。すぐ電気バトを探さないと、本当に撃たれるぞ。そういう声は、確かにあの憎いスパイ団長の声です。どうやら電気鳩が逃げた様子です。そしてこの汽船は、日本の軍艦に追いかけられているらしいのです。孝一はそれを知って、胸を躍らせました。 近くの海を見張っている日本の軍艦がこの怪しい船を見つけてきてくれればきっと助かるに違いない。しかしその前に日本の軍艦の砲弾がこの気潜にうまく命中すれば光一はるとともに海底深く沈んでしまわねばなりません。ドドーンドドーンと砲星はいよいよ近づいてきます。 さあどうなる大変大変流れる樽高一少年をさらっていく外国の貨物船が今しきりに日本の軍艦から砲撃されています高一は電書場と足柄とともに船底に転がる樽の中に閉じ込められているのですこのまま 気仙が打ち沈められると、光一は海へ落ちて死んでしまうでしょう。その時、天下無敵に強い電気鳩を誤って逃がしたスパイ団長などの悪者たちは、樽を置いてある船底をしきりに探しています。光一は、ふと一つのうまい工夫を考えつきました。光一は一生懸命で、戒めの縄から手を抜きました。 ようやく手が抜けると今度は力いっぱい樽の蓋を両手で突き上げました三度四度とやっているうちにさすがに固くはまっていた蓋たもぎっしりと音がして少し隙間ができました悪者たちはわオわオ騒いでいるのでその音に気がつきません「閉めたではここらでだましてやろう」と光一が たるのすきまから電書ばと足柄をはなすと、足柄はパタパタ飛びまわります。あ電気ばとがいたぞしめたさあ、はやくつかまえろわるものたちは、電気ばとだと思いこんで、足柄を大さわぎでおいかけました。けいくがうまくいったので、こういちはたるの中でおおよろこびです。こうしておけば、 しばらく日本の軍艦へ向けて恐ろしい電気バトを話すことはできません。おい気をつけろとスパイ団長のどなる声がします。電気バトを捕まえるときはゴムの手袋をはめていないと電気に感じて大けがをするぞ。つい団長は大事な秘密を漏らしました。パサッと網を振り回す音だの。 はとの強い羽ばたきなどが入り乱れて樽の中の光一の耳に聞こえてきましたさあ早く電気バトをつかまえろそして日本の軍艦めがけて離して沈めてしまえ悪者たちはいよいよ大騒ぎですそのうちにドカーンと音がしたと思うとどっと船底に海水が激しく流れ込んできました 日本軍艦の撃った砲弾が船底を見事に撃ち抜いたのです。途端に高一の入っていた樽は海水に乗ってスーッと持ち上がると水のすごい勢いで階段の隙間から甲板に飛び出しました。その拍子に樽の蓋は何かにぶつかって高一が出る暇もなくまたもとのように固く締まってしまいました。そして。 転がっているうちにぼちゃんと海中に落ちてしまいました。幸一は目を回してしまいました。気がついた時にはるは沈みもせず波のまにまに漂っているようでしたが体はぐったりつかれて眠くてしかたがありません。無人島 それからいく時間たったのか覚えていませんが光一は眠りから覚めましたおや海の中に揺られ揺られていたと思ったのにこれはいったいどうしたんだろうな全く変なことでした光一はやはり樽の中に閉じ込められているのに樽は揺れもせずじっとしているのですこれは大変だ 孔一は樽の外に何か音でも聞こえはしないかと耳を澄ましましたが何の音も聞こえません。そこで大決心をして樽の蓋を力任せに押しました。蓋はポカリと開きました。孔一は樽の中から首を出しました。ああ、海岸だ嵐はすっかり収まり。 朝日はまばゆく会場に輝いていました。辺りは真っ黒な砂が一面にある美しい海辺ですが、後ろには険しい岩山がそびえていて恐ろしげに見えます。ここはどこだろう。光一は樽の中から出て、珍しげに辺りを眺めました。全く見たこともないところです。 孔一は元気を出して裏山に登ってみました。そこへ上がるときっと村かなんかが見えるに違いないと思ったからです。ところが裏山に登ってみて驚きました。村が見えるどころかここは一軒の家もない小さな無人島だったのです。無人島へ流れ着いたとは弱った。 孔一は一人ごとを言い,いました。そしてなおもあたりの海面をしきりに見回していましたが、あ、ボートみたいなものが二層こっちへこいでくるぞ。確かにボートです。大勢の人がぎっしり乗っているようです。高一はおーいっと手を振りかけましたが、いや、待て待て、もし悪い奴らの船だったら困ると思って見合わせました。 やがて、ボートは波打ち際につきました。どやどやと船から降りてくる人を、裏の山の陰から見ていた光一の目は、急に輝きました。いや、緑がいる緑ばかりではありません。そのそばには、あの憎いスパイ団長もいました。どうやら例の貨物船は、 日本軍艦の砲弾に当たって沈んだ様子です。だから悪者たちはボートに乗って逃げてきたのでしょう。ああ、かわいそうな妹。緑は兄の光一が山の上から見ているとも知らず、しょんぼりとして悪者たちに手を引かれていました。村の見せ物小屋からさらわれたままの姿です。団長は このかわいそうな緑をどうしようというのでしょうか。孔一はすぐにも飛んでいきたい気持ちでしたが、そんなことをすればまた一緒につかまると思って我慢しました。孔一はすきばらを抱えて夜を迎えました。悪者たちの方は海べりにテントを張り、盛んに火を燃やして何かうまそうな食べ物を煮ているようです。 高一は裏山から抜け出すとそーっとテントの方へ降りて行きました。幸い誰にも見とがめられずにテントに近づくことができました。団長、こんな足手まといの娘なんか、ひと思いに殺してしまった方がいいじゃないか。誰かが恐ろしいことを言っています。バカを言え。 おまにはまだわかか。らないのかこの娘を連れて行って父親を責めりゃ今度こそは日本軍の一番大事にしている地底戦車がどんなものでどこに隠してあるかを言わせることができるじゃないか。悪者どもの話によって光一はお父様が日本軍にとって大変大事な地底戦車の仕事をしていることを知りました。 スパイ団長はこれからお父様をひどい目にあわせ日本軍に大きな損をさせようとしているのです。緑もかわいそうだがお国の秘密を知られることはなおさら困ったことです。どうしてこれを日本軍やお父様に知らせたらいいだろう幸一は何とかしていい知恵をひねり出したいものと考えながらふと 波打ち際を見ると一つの大きな樽が流れついていますそばに寄ってみれば不思議や中でコトコト音がしています何が入っているのでしょういたいた電気バト。無人島に流れ着いた高一少年のことは後から同じ島へ上がってきたスパイ団長や その手下の悪者どもにまだ知れていないようでありました。しかしそのうちに知れてしまうことでしょう。その時は大変です。きっと捕まってひどい目に遭うに決まっています。孔一が波打ち際で一つの大きな樽を見つけたことは前に言いましたが、近づいて樽の蓋を少し開けて覗いてみると、驚くではありませんか。 中には見覚えのある電気バトが入っていたのです。あ電気バトだ。なぜこんなところに入っているのだろう。目のピカピカ光る電気バトです。人が触れば電気が伝わって死ぬ電気バトです。そしてスパイ団長が船の中で行方を探していたその電気バトです。きっと何かの拍子で この樽の中へ迷い込んだとき、運悪く、蓋がパタンと閉まって、出られなくなったのでしょう。電気鳩はどうかしたらしく、足で立つこともできず、パタパタと翼を震わせるばかりで元気がありません。孝一は安心して、電気鳩を樽の中から棒切れでそっと出してみました。変だな、あんなに暴れた鳩だったのに。 光一は首をかしげました。光一は思いがけなく電気トを虜にしたので、大変嬉しく思いました。しかしこのままにしておいてはいつスパイダンに取り戻されるかもしれないと思ったので、光一は鳩を元通り樽の中へ入れた後、海岸の砂浜に大きな穴を掘り、その中に埋めてしまいました。こうしておけば、 スパイダンに見つかる心配はないだろう。さあ、今度はかわいそうな緑を助けてやらなくてはならない。日の暮れるのを待って、光一は大胆にもスパイダンのテントにそろそろ忍び寄りました。するとテントの中では、団長をはじめ悪者どもがお酒を飲んで大声で歌ったり踊ったりしているところでありました。 そのうちに団長もよろよろと立ち上がって手を振り足を踏んで踊り出しましたが肩にかけている小さなかばんがぶらぶらするので邪魔になってうまく踊れません。いや団長しっかりそんな汚いかばんなんかおろして踊れよ。はっはは誰かがバカにしたような笑い方をしました。団長は目を向いて バカを言え、汚くてもこの中には電気鳩を動かす大事な機械が入っているのだぞ。どうしておろせるものか。電気鳩を動かす機械。ああ、そんな機械があったのか。電気鳩はこのカバンを持っているスパイ団長の手によって動かされていたのです。孔一はテントの隙間から目を丸くして驚きました。 電気バトは海の底に沈んでしまったんだよ。動かす機会ばかり残っていても何も役に立たんじゃないか。ははは。そうだ。それもそうだな。じゃあ、こんなかばんを大事にしておくんじゃなかった。そう言って団長は、その黒いかばんを肩から外して、テントの隅に放り投げました。そして、 すっかり身軽になって愉快に踊り始めました。その時テントの隅から小さい手がぬっと現れました。その手はそろそろと黒いかばんの方へ近づき、それをじっとつかむと、スルスルとテントの外に引っ張り出しました。怪しい小さい手です。それは一体誰の手だったのでしょうか めぐりあい「しめしめ電気バトを動かす機械が手に入ったぞよしいまに見ておれ」テントの外では光一少年が黒いカバンをぶんどって大ニコニコでありました「さあここで悪者どもが酒に酔っ払っているうちに緑を探すのだ」と高一は勇気100倍して 丘の陰に一つの真っ暗なテントがありました。どうやら番人がいそうもないので、光一は持っていた懐中電灯をつけてみると、中には船から持ってきた荷物がたくさん積んであります。おい、緑ちゃんはいないか光一は早口に妹の名を呼んでみました。 その時積み重ねてあった荷物がガサガサと動き出しました。あ兄ちゃん、あたしはここよ。ハンプが丸めて置いてありましたが、その中から突然、懐かしい妹、緑の声がしたものですから、幸一は、おお、緑ちゃん、よく待っていてくれたね。今、助けてあげるよ。とかけよりました。 ハンプをのけていると、その下にかわいそうな緑が手足をくくられてつながれていました。孔一は悪者どもの憎いやり方に腹を立てながら綱をほどいてやりました。そして兄弟は久しぶりに互いに手と手を取り合ったのです。嬉しさに涙が後から後から湧いてきて、兄弟は はじめのうちはおたがいのかおをよくみることができませんでしたぐずぐずしていてはたいへんだみどりちゃんすぐにげようこういちはいもうとをひったてるようにしてテントのそとにのがれましたそしてでんきばとをすなのなかからほりだしそれをゴムびきのかっぱにつつんでわきにかかえましたにいちゃんどこへにげるのふねにのって 少しでも早くこの島から逃げ出すのだよ。海へ出ればきっとどこかの船に出会い、助けてくれるよ。暗い海岸へ出て調べてみますと、ボートが2層ありました。幸い万人もいません。高一にはなかなか動かしにくいボートでありましたが、それでも一生懸命に海の中におろし、その一つに乗り込み、もう一層は、 後ろに引っ張ってゆくことにしました。高一は地底戦車を発明したお父様が敵国からにらまれていることが心配でなりません。それで死に物狂いで暗い海にこぎ出しました。兄ちゃん、もう一つのボートはいらないのでしょう。置いてくればよかったのにね。いや、残しておけば悪者どもがそれに乗って追っかけてくるじゃないか。 孔一はいつも慌てないでよく考えていました。やがてボートの一つは船底の線を抜いて海の中に沈めてしまいました。これでスパイ団長をはじめ悪者どもは無人島に島流しになってどこへも行けなくなったのです。やがて気がついてさて驚くことでしょう。しかしあの悪者どもが そのままおとなしく島流しになっているでしょうか。暗い海を光一と緑のボートは長い間漂っていました。やがて夜が明けました。助けの船はと思って辺りを絶えず探したのですが、意地悪く船の形も煙の影も見当たりません。どうなることかと思っているうちに、その日のお昼過ぎになって、 二人は同時にブーンという音を耳にしました。あ飛行機だ晴れ渡った空を手をかざして探してみますと、あ見えました見えました。一台の飛行機が高いところを飛んでいます。おお、こっちへ来るらしい助けを呼ぼうかどうしようかと思っているうちに飛行機はぐっと と前の方を下げました。敵か味方かどっちの飛行機でしょうか働く電気バト。孝一少年はスパイダ団に虜にされた妹緑を救い出して無人島を後にボートに乗って逃げていきますボートの中には孝一がスパイダ団からぶんどった電気バトと その鳩を動かす機械の入ったカバンとを積んでいます。これは大変なお手柄です。ボートをこいで沖の方に出て行くうち、一台の怪しい飛行機が二人の頭の上に現れて、荒々しくさっと舞い下がってきました。敵か味方かと思っているうちに、飛行機はまっしぐらに爆弾を放ちました。ああ、敵です。 ばくだんよあよ！あぶないみどりはかおをまっさおにしてさけびましたこういち少年はボートにばくだんがあたってはなるものかとオールをちからいっぱいこいでのがれようとつとめましたドドカーングワウンワワワ,ワンふたりのきょうだいのめのまえにとつぜんものすごいみずけむりがたちました がいいあんばいにあたりませんでした。そのかわりものすごい波がおこってふたりのボートはひっくりかえりそうになりました。そらではてきのひこうきがまたばくげきのかまえをしました。あ兄にいちゃんまたばくだんをおとすわよ。こういちはくやしさにはがみをしました。ひこうきはたしかにスパイだんのみかたなのです。 この飛行機こそ、兄弟が逃げ出した後で、それと気づいたスパインが、無線電信で呼び寄せたものでした。兄弟の命は、風の吹く前に立てたろうそくの火のように危ない。さあ、どうなるか。せっかくここまで逃げ延びた、勇ましい兄弟ですのに。高一少年は、今は驚いたり悲しんだりしていられません。 何とか妹の命を助けることを考え出したいと焦っています。どうすればいいのでしょう。あ、そうだ、いいことがある。いいことってどんなこと？電気バトを使ってみよう。高一少年は素早く機械のカバンを肩にかけると、そのメモリ板を動かしてみました。すると電気バトが包みの中から出てきました。 うん電気バトが動き出した。もう電気バトはこっちの味方だぞ。電気バトはカバンの中にある電気の仕掛けで動くことがわかりました。外国にはこうした機械で人間が一人も乗っていない飛行機を飛ばす発明があります。それも電気の力で動かすのです。それと同じ仕掛けです。 メモリ版の回し方で電気バトはどっちへでも飛びます。それが分かったので、高一は電気バトを敵の飛行機へ向けて飛びかからせました。パタパタと強い羽ばたきをして、電気バトは飛行機を追いかけました。電気バトさん、しっかり！電気バトはすごい速さで飛んでいって、ついに飛行機に突き当たりました。パッ！ とかい火花が散ったきょう素敵だいはボートの中で両手を挙げて叫びました悪者の乗った飛行機は海中に落ちてそのまま波にのまれて見えなくなりました その時、いつの間に現れたか、駆逐艦が一隻、波を蹴立てて二人のボートを助けに来ました。駆逐艦の後ろにはためく軍艦機を見た時、孔一と緑は手を取り合って打ち喜びました。日本の軍艦機です。駆逐艦からはボートが降ろされ、水兵さんがそれを漕いで二人の方に近づき、 大きい駆逐艦の上へ助け上げてくれました電気バトはもちろん光一が機械を回して手元へ呼び寄せました軍艦から大陸へ我が海軍の駆逐艦に救い上げられた兄弟はたちまち艦内の人気者になりました艦長吉田中佐は 兄弟の冒険団を聞いてその勇ましさを褒めましたそうして艦隊の方へ無線電信を打って憎いスパイ国をこれから攻めてもよいかと問い合わせましたするとすぐ艦隊の司令官から返事があってスパイ国の征伐よりも地底戦車を発明した兄弟の父親が今悪者どもにひどい目に遭っているから 二人を連れてすぐこっちへ帰ってくるようにと命令が出ました。孔一と緑は心配でもあり、また大喜びです。これから海軍の軍人さんたちと父親を助けに行くことになったのですから、駆逐艦は北の方に向き直ると全速力を出しました。荒海の波を蹴立てて随分長い間走り続けて、 駆逐艦はついに港に着きました。高一と緑とは艦長にお別れを言って、大石大井という士官に連れられて上陸しました。上陸してみると、これは日本ではなく朝鮮半島でありました。朝鮮半島もずっと北の方で満州国に近いところの寂しい港町でありました。 大石たい私たちのお父さんはどこにいるのですかと、高一が尋ねると、隊いは顔を曇らせて、それがね、大変なところなのだよ。大変なところというと父親が大変なところにいると聞いて、高一と緑は真っ青になりました。大石隊いは金庫を開けて、 中から一枚の地図を取り出し、光一と緑の前に広げました。その大地図は国境付近の詳しい図面でした。中ほどに大きな川が流れており、その川の真ん中に中の島があります。その中の島を大石大いは指さして、この中の島なんだよ。 あなた方のお父様が虜になっているところは。え虜ですってそうだ。敵のためここに連れ込まれたのだ。敵はお父様の発明した地底戦車の秘密を知りたくて、こんなひどいことをしたのだよ。なぜ助け出さないのです孔一は拳を握って叫びました。まあ、来てみてごらん。 高一と緑は、大石隊に伴われて、残酷へ出ました。そこから二本の角が出たような望遠鏡で、中之島の方をそっと覗かせてくれました。あ、これはトーチカだ。え、トーチカトーチカって、あの、兄弟の驚くのも無理ではありません。鉄とコンクリートで固めた小さい要塞で、 その小さい穴から大砲や機関銃がいつでも撃てるようにこっちを向いているのです。攻めてもなかなか落ちない要塞です。攻めてゆけないこともないが、そうするとお父様も殺してしまう。まったく私たちも困っているんだ。石大石いは残念そうに言いました。いろいろ苦労してせっかくここまで来てみれば、 兄弟の父親は、トーチカの中に囚われの身となって、こっちから鉄砲も撃てないのです。孔一もがっかりしました。しかし、どうしてこのまま父親を見殺しにできましょう。緑は泣くばかりです。それからというものは、孔一は助け出す工夫をいろいろと考えました。そして、ついに大決心をしました。 それは三四日のちの朝のことです。中国服姿の孔一は川上から船に乗り込みました。孔一はあの恐ろしい恐ろしい力の電気鳩を連れています。その他に一頭の懐きやすい軍用犬を借り受けて船に乗せました。いよいよ決死の冒険です。孔一は うまく父親を助け出せるでしょうか輝く日中之島にある敵の統治下にお父様が押し込められていると聞いて孝一少年は大決心をしました妹緑のことは大石大井などによく頼んで孝一は中国人少年に姿を変え あの恐ろしい力のある電気鳩をゴムの袋に入れて腰に下げ、一頭の軍用犬を連れて川上から船に乗りました。幸い川の上には朝霧がもやもやと立ち込めたので、うまく敵兵の目をくらまし、無事に中之島にこぎ寄せることができました。さあ、これからどうしてお父様の秋山魏子を助け出すか。 いちとしては、元より命を投げ出しての大仕事です。父親が敵に虜にされているのを見て、どうしてじっとしていられましょうか。また、日本の国を守る地底戦車を発明したお父様を、いつまでも敵に奪われていて、それでいいものでしょうか。と言って、日本の兵隊さんが攻めれば、お父様のお命が危ない。 子供なればこそできるかもしれないという今日の大冒険なのです。お父様を無事に救い出すことができれば僕は死んでもいいんだ。島に着いた孔一はまず船の中からリンゴのいっぱい入ったかごを上にあげました。そして軍用犬を連れて島に飛び上がりました。孔一はリンゴのかごを肩にかけて ほうへ歩いて行きました。こら、少年待て、どこ行くんだ思いがけない立ち木の陰か,から、銃剣を構えた敵兵が飛び出しました。孝一は口をきかないで、かごのりんごを指さしました。そしてむしゃむしゃ食べる真似をして、ほっぺたが落ちるくらいおいしいぞという顔をしてみせました。敵兵は、 なんだおまえはくちがきけないのか。りんごをかえというのだな。なるほどうまそうなりんごだ。しかしこの小僧めどこからきたかゆだんがならないぞ。とつばをのみこんだりめをむいたり。こういちはてきへいとなかよしにならなければいけないと思いいちばんおおきいりんごをひとつとっててきへいのてにのせてやりました。 敵兵は驚いた顔をしましたが、やがてポケットからお金を出そうとしますので、孔一はいらないいらないと押し返し、そして早く食べろと手真似で進めました。敵兵はリンゴを食べると機嫌よくなりました。そこで孔一は、当地家の方へリンゴを売りに行きたいから連れて行ってくれと手真似をし、 また一つリンゴをやりました。この欲張り敵兵はすっかり喜んで、孔一を唐地下の方へ連れて行きました。おーいみんな、うまいリンゴを売りに来たぞ。そう言うと、中か,からどやどやと敵兵が現れました。リンゴはうまいうえに、値、ね、段も大変安いので大人気です。ところが突然、孔一は後ろから大きい手で、 たをままれましここらぞ口がきけないふりなどをしているが怪しいやつお前は日本のスパイだろう。孔一が振り返ってみると立派な敵の将校でした。それはトーチカの隊長だったのです。孔一はわざと悲しい顔をして謝りましたが隊長は承知しません。 そして、孔一を引きずるようにして、トーチカの中の自分の部屋に引っ張って行きました。リンゴはカゴから落ちて、そこら中にゴロゴロと転げました。さあ、こっちへ入れ。調べてやる。孔一はもうこれまでと思い、腰の袋を開けて、電気鳩を出しました。そして、リンゴのカゴの中に隠してある電気鳩を動かす機械をひねりました。 電気トはものすごい羽ばたきをして隊長の頭の上をぐるぐる回りだしましたおや変な鳥が飛び出したぞ隊長は腹を立てて剣を抜くと電気バトに切りつけましたあっ<あ>ピカリと稲光が見えたかと思うと隊長はその場に倒れました電気バトの出した電気にあたって死んでしまったのです その物音に、ト地チの奥から大勢の敵兵が現れ、ピストルや剣を持って高一に向かってきました。さあ、こうなれば誰でも向かって来い。高一は攻めてくる敵兵めがけて電気バトを飛びかからせ、片っ端から倒します。実にものすごい勢いです。さすがの敵兵も手の下しようがありません。 光一は頃合いを見計らって、軍用犬に一つの大切な命令を伝えました。軍用犬は待っていましたとばかり、トーチカの奥めがけて駆け出しました。その言いつけは何であったでしょうか。光一と敵兵との戦いは続けられましたが、電気鳩にはとてもかないません。そのうちに犬がワンワン吠えながら戻ってきました。 おお、わかったか。よし、行こう。さあ、連れて行っておくれ。孔一は電気バトを連れて、軍用犬の後ろから駆け出しました。ワン、ワン、ワン軍用犬は、一つの扉の前で、しきりに吠えています。しかし、その扉には大きな錠が降りていて、開けることができません。そうだ、これは電気バトに頼もう。孔一は、 電気トを嬢にぶつからせました。すると城からパチパチ火花が出たかと思うとたちまち焼け切れてしまいました。孔一は扉に手をかけて引きました。扉はすぐ開きました。ああ、開いたと叫んで孔一は中に飛び込みました。薄暗い部屋の隅にひげぼうぼうの日本人が てをしばられていましたあお父様だ幸一は涙とともに駆け寄りました。おおお前はお前は光一か秋山魏志はよろよろと立ち上がって光一に体をすりつけました。あまりの思いがけなさにまたあまりのうれしさにあとは涙ばかりで言葉も出ません。 さあお父様すぐここを逃げましょうああ孝一それはダメだよ敵兵に見つかって殺されるばかりだお父様大丈夫ですよ僕は電気バトを持っているんですからえ電気バト。そうです電気バトさえあればどんな大敵が来ても大丈夫ですさあ早く逃げましょう一が、 父、秋山魏志を連れて当地下を出たとき、ちょうどそこへ大石大いが陸戦隊を引き連れて駆けつけました。大尉も決死の覚悟で中之島へ攻め込んできたのです。しかし、敵は電気鳩にやられて弱りきっていましたので、わけなく上陸できたそうです。小一くん、実に立派な働きをしたね。 おめでとうみんなで万歳を唱えよう当地下の上に日照記を立てると、大意の温度で陸船隊や光一やお父様まで力いっぱい万歳を叫びました。向こう岸に待っていた緑がどんなに喜んだか申すまでもありません。電気鳩を動かす不思議な仕掛けは、 義士が調べてすっかりわかり大変珍しいというので今も大切にしてあるそうです。